やぎまこと10月13日隊は、日本の実業家、元関西電力代表取締役会長である。在任中全願注意義務違反により、損害を与えたとして、関西電力から総額19億円を超える、損害賠償請求訴訟を受けた。非常勤で、関西経済連合会の2025年日本、国際博覧会担当副会長や、電源地域振興センターの会長、 日本動力協会の副会長、日本原子力発電の取締役などを務め、原子力発電環境整備機構の評議員にも、なっていた。大阪二拓樹市在住。福岡市出身。福岡県立周遊館高等学校を経て、1972年3月、京都大学工学部電気工学科卒業。就有館の同期には、大美さん代表取締役会長、 吉村翔太郎、大阪証券取引所社長を務めた、米田道夫がいる。1972年4月、関西電力入社。公務部課長、公務武装変電課長、大阪メディアポート出向、支配人中央総変電システム建設所事務所長、支配人電力システム事業本部副事業本部長、などを歴任。2005年6月、 取締役電力システム事業本部副事業本部長2006年6月常務取締役原子力事業本部長代理2009年6月取締役副社長原子力事業本部長2010年6月取締役社長2016年6月取締役会長に就任批判を受け2019年10月9日の 臨時取締役会で退任し、食卓に就任した。2011年4月15日、電気事業連合会会長に就任した。同年、国際超電動産業技術研究センターの理事、及び原子力発電環境整備機構の評議員に就任した。2012年6月に、日本原子力発電の取締役に就任した。2016年6月28日に、 電気事業連合会の会長を退任し公認に中部電力、勝野明社長を選出。2017年7月4日より日本生命保険取締役を務めている。2017年関西経済連合会万博推進担当副会長に就任。関西電力から2025年日本国際、博覧会に多額の資金提供を行う意向を示し、 松本正義関西経済連合会会長の公認候補とされたが、口述の原発マネーに絡む金銭重量問題を受け、この人事は立ち消えとなった。2020年松本会長からの間接的な依頼を受け、関西経済連合会特別顧問に復帰。財務省国税庁金沢国税局の税務調査で、2011年から2018年にかけて、 高浜原子力発電所がある福井県大井郡高浜町の森山英治助役から八木屋岩根茂木社長豊松州を乗れ副社長森中恵夫副社長らが原発マネー等ぼしき3億2千万円を受け取っていたことが明らかになり小林隆元大阪地方検察庁検事生が委員長を務めた調査委員会の調査を受け報酬減額の処分を受けた これを受けて、記者会見で、菅原和彦経済産業大臣は、言語道断。悠々式事態だと断じた。さらた豊志原子力規制委員会委員長は、まだそんなことがあるのか、憤りを感じたとし、関西電力の対応を批判した。龍谷大学の大島健一教授は、記者会見でのヤギの対応に関し、答えづらい質問には、 同じ発言を繰り返すなど、原発という安全への注意が最も必要とされる、公益事業の経営者として失格だと感じたと、評した。関西電力幹部に流れた原発マネーの拠出元となった建設会社の売上高は、無入札による匿名発注などによる原発関連工事の受注増により、少なくとも6倍増となったものの、取材に答えた八木会長は、 便宜は図っていないと釈明した。また、原子力事業を上手にやっていくには、地元にお金を落とすのが大事と、電力会社経営の要定を公釈した。関西電力が設置した第三者委員会では、森妻平和助、岩根茂木らと図り隠蔽を主導したとして、特に大きな責任があると指談された。2020年全館注意義務違反があったとして、 関西電力から総額19億3600万円の損害賠償請求訴訟が大阪地方裁判所になされた。ありがとうございます。